今日は欲張りバケツだよ。どんなおもちゃが入ってるのかな。開けていってみるよ。よいしょ。あ、でっかいバケツ。こんなバケツが入っていた。ここにも何か部品があるのかな。よいしょ。あ、そこの方に部品が入っていた。これをつけていこう。まずはこの部品は何かな。よいしょ。これはカップと、あ、これは、あ、吸盤だね。風呂に、お風呂につける吸盤。そして、あ、これ蛇口だね。蛇口とコップ。コップにはアンパンマンだよ。この蛇口は、ここに取り付ける。そうすると、これを開けると、水が出てくるのかな？それから、このコップは上のところに、こうやって、付ける場所があったよ。あと、この、シャワー。バイキンマンの顔。バイキンマンの顔のシャワーヘッド。これは、このバケツの底。バケツの底に穴があって、ここにセットすると、上から水を入れると、シャワー、バイキンマンのこの穴のところからシャワーが出るんじゃないかな？ちょっとやってってみるね。バケツに上から水を入れていくよ。こんな感じ。満杯に入れたよ。バイキンマンのこのシャワーヘッドから水は出てくるかな？こんな感じで下に向けるとバイキンマンの口からシャワーの水が流れていってるよ。そしてこのカップで水を汲んでここに流してみる。そうすると、バイキンマンとドキンちゃんがくるくると回っているのがわかるかな？もう一回やってみるよ。くるくるって回るよ。そして、この蛇口をひねると、ここからお水が出てきてるよ。これを、こうやって、汲んであげて、蛇口を閉じて、もう一回、くるくるって回してみようかな。アンパンマンのお風呂バケツ、楽しかったかな？チャンネル登録して、次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。